人画行は、金井おの武教小説、秘局笑い豪孔子に登場する人物。忍英英の父で、悲劇神経の教主武功は、波外れており、秘局笑い豪孔子中では最高の武功を誇る、人物の一人。代々伝わる、青い花法典を身につけてはいないが、相手の内向を吸い取る、急星王法を習得している。東方腐敗の謀本によって、 聖子の固定に作られた牢獄に監禁されてしまったが、部下の拷問天と霊狐置きによって救出される。人画業が、高庫に復活したことで、様々な運命が急速に動き出す。教師としての威厳高庫随一の武功を備えた、天下無敵の人物。それゆえ性格は存在で残虐で、わずかな裏切りも決して許さない。東方腐敗によるクーデターが起こったのもそうした。 性格が災いしている。また、剣忘術数にも優れており、一度は、東方腐敗によって失脚したものの、再び教主の座に返り咲いている。教主に返り咲いた後は、教徒たちの追従を受け続けたためか、かなり傲慢な性格になってしまった。教徒たちが、人画行を、孔子、関羽諸葛亮と褒めたたえた際、諸葛亮は、武芸が和し以下なのは、 当然として、北伐で、手柄がなかったから、地望でもわし以下でしかない。関羽は緩もうだろうが、一騎打ちらわしの、旧星王鵬にかなうまい。孔子の弟子はわずか三千人だがわしの配下は三万を超えるという感想を持つほどである。孔子で恐れているのは、東方腐敗のみ。実力を認めている人物は、少林寺創水の型将大師、火山派の先達である。 風気吉明、武藤派曹水である、沖宇津路道長。反対に、軽蔑しているのは須せ派曹水の左霊前と、火山派曹水の竹府軍。左霊前を、面の川の厚さは、天下一と嘲笑し、竹府軍は、偽君子と罵っている。なお、青城派曹水のあまり爽快に至っては、軽蔑するにも値しないと一周している。命の恩人である。 霊狐、沖を大層気に入っており、少林寺に、高校の名手たちが集まった席上で、霊狐、沖を、ににえいえいの婿にすると宣言したほど。また、武術の修練が三度の飯より好きなのだが、青い花宝天だけは、こんなアホなこと、する気にもなれんと放置し、教主復帰後に破棄している。高校ではかなり威風の対象となっており、霊狐沖が、 民形業の旧星王坊を披露すると、高校の武芸者たちは皆戦わずに逃げ出すほど。なお、民形業が長期の監禁から解放される、笑い合高校の四巻のサブタイトルは、天魔復活巣となっている。その上で、長期間の監禁で、体が弱っている状態でありながらも、霊狐沖きの毒呼吸剣と手合わせを行い、五角以上の戦いを繰り広げている。 ありがとうございます。